皆さん、こんにちは。経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の暗号資産、投資教室を始めていきたいと思います。草堀新聞、購読、視聴規約。ここでね、一旦この動画を止めていただきまして、大きな画面で、えー、ここに書いてある第1条から第7条を一号一個読みください。えーい 少しでもねあの納得いかないなっていう箇所がありましたらこの動画をねそっと止めていただいて他の人の動画を見てください全て納得いってね承諾していただけた方だけこの後の動画を見ることができますそれではいってみましょう2019年3月19日月曜日暗号資産草コイン中野研究会 今日はむちゃくちゃ晴れてますね、青い空、白い雲で、日差しがすごく強いですね、すごく強くて暑いですね、家の中はもうほんとぽかふかしちゃって、初夏って感じですね、外もね、やっぱり日差しは強いですね、はい、車の中は灼熱地獄ですね、エアコンが必要です、まあ、外はねあの空気がちょっと肌寒いんでね、まあ、ちょうどいいかなって感じで。 桜もそろそろ、ね、咲く季節ですね、本当楽しみです、えー。街中ではね、小学校、中学校、高校、大学と卒業式がね、今月行われて、で4月は入学式ということでね、楽しみですよね。はい、それでは行きましょう。本日のお題なんですが、また仮想通貨の話題なんですねで、なぜかというと、上がってきちゃったんだよね、仮想通貨の価格が。もう,もうダメかなと もう二度と、二度と笑った顔は見れないかなと思ってるんですけど、やっぱりね、夜明けの来ない夜はないと。あなたはぽつり言うと。松田、松田聖子の瑠璃色の地球をね、思い出しますね。仮想通貨市場全体が全体的に価格上昇を始めました。 このまま行くと、ビットコイン80万円を回復し、えー、ビットコイン TF 承認で800万円行くかもしれないというね、あのー、希望的観測を今日はね、行きたいと思います。ということはウェブですね。まずですね、まず財布見てみようかな。はい。仮想通貨取引。ここぐらいですね。仮想通貨取引所財布でですね、えー、ビットコイン JP はですね、やっぱ上がってきて。 はい。4時間足ですけどね。これね。1時間足。1時間足だと分かんないね。4時間足、8時間足。うん。一旦押したけど、やっぱ上がってきてんだよね。やっぱね。冷やし、行ってみようか。冷やし。うん。これはヒゲだったね。上がってきてるね。やっぱね。あの、<laughs> いつもは、上がっても下がるんですよ。ストーンってこう。 これ年末ね、12月14日、上がって、上がった上がった、やったやったとか言って、これ最低最悪のこれ、35万円。もうダメだろうと。ね、もうみんな手放して、もう、泣き出しのビットコイン手放して、でもちょっと上がって、お、これこのままムーンでね、46万だと。46万8000いったと。じゃ、このまま行くんじゃないかって言ってもね、落っこっちゃうんだよね。で、またここまで落ちたと。36万までね。 え、これ2月7日ですね。もうダメなんと。ね。もうダメだと。仮想通貨も手放した人いっぱいいましたね。もうやめたと。で、また、今回上がってきて、これね、お、お椀型になったでしょ、こうやって。時間が必要なんですよね。時間の経過が必要なんです。株も為替も一緒です。で、ここで回復っていうのはやっぱりありえないよね。これ V 字回復で税戻しっていうのがあるんだけど、 うーんよっぽどのファンダメンタル分析要因がないとね、なかなか回復しないんですよ。こういう全戻しっていうのは。なんで、えー、フィボナッチのようなね、自然回復の場合には、こうやってお椀型が必要なのす。り鉢状のお椀型が。これちょっとお椀状になってるじゃないですか。ここは年末でちょっと上がっただけなんで、これは年末恒例なんでしょうがないよね。で、これで下がって2月、 7日が最後ね。で、8日でちょっと上がったと。で、また下がったんで、だめかなと思ったんですけど、上がってますね。で、おわン型になれば、あの自然回復するんですよ。あの、えっとね、自然っていうのはね、自然治癒力っていうのがありますから、まあ、人間の病気でも自然に治っちゃうでしょ。はい、それと一緒でね、株も為替もね、仮想通貨も市場、まあ、マーケットっていうのは、人間心理で、人間の 集団心理でできてますから、生き物なんだよね、これは。あの人間が作ってるチャートなんですよ。これ、ロソカシっていうのは人間 <laughs>、集団心理が作ってこれ、集団心理そのものじゃない、これ。チャートって、誰が作ってるのって人間でしょ。はい。<laughs> インターネット上の人間が作ってる <laughs> 集団心理のたまものなんで、集団心理の結果なんで、これは人間なんですよ。人間の体とかね、人間の精神っていうのは、 自然治癒力っていうのがありますから、これ、あの、自然にね、回復しちゃうんだよね。なので、は70万、80万、行くんでしょうね、これね。である程度来ると、ここら辺まで来るとね、そうだな、50、50万円までくらいまで来ると、一気にボーン、ボーンって行くんでしょうね、これね。だいたいこれとね、あの、掃除関係を組むんですよ。だから、やっぱりここの、ここのところまで来たら、 49万5000円まで来たら、ぼわーって回復するんでしょうね。だから今44万なんで、うん、今年の高値が46万4000円なんで、ね、もう少しで、ボーンバババばーンっていく可能性がある。そしてやっぱりさ、ビットコイン70万とか80万っていう価格が出てくると、また元気出てきますよね、私たちね。はい、この辺で買ってる人多いからね。うん、まあ、すり鉢状なんで。 にこのチャートっていうのは人間心理。人間なんですよ。すべて人間の集団心理なんですよね。集団の人間なんですよ。これがね。自然回復するのは当たり前ということですね。あとは、そうだな眠はどうかな。おお眠も回復してますね。これ冷やしですが。十分に、そうですね。十分に回復してますね。大丈夫ですね。 はい。眠は安いから買うんだったら今だね。眠で儲けたいんだったらね。モナコにはちょっと取引ないですね。それはビットコインキャッシュがね、ああ、むちゃくちゃ上がってますね。これ8時間足ですけど。あそれゃコインチェックがビットコインキャッシュのハードフォークした、えー、金額を現金で返すって言ってましたね。さっきね。それちょっとあとニュース見てみましょうか。 あビットコインキャッシュも回復ですね、これね。トークン、ペペキャッシュどうですかね。あ安定して上がってますね、やっぱりね。安定してますね。上がるんでしょうね、これね。財布トークン。ちょっと押締めつけてますけどね <coughs>。まあ、これどうなるかわかんないですね。<coughs> あと、ビットバンク見てみましょうか。リップがありますからね。 ビットバンクですねはいトレードえっああビットコインですねビットコイン1時間足ですねこれね1、うん、時間足。冷やし1時間足しかないのかすごい上がってるように見えますねこれねここはグーンと上がりましたね うんリップルはどうでしょうかね。ああ、徐々に徐々にですね、リップルも。右肩上がりです。ゆっくりですね、リップルはね。リップルはゆっくりですが、まあ、着実に右肩上がりと。ああ、よかったですね、本当にね。ずっと長い間持ってる人多いですからね。あビットコインキャッシュはすごいですね。1時間足ですが、ビットコインキャッシュはすごいですね。まあ、冷やしでもこうですよね。 ここがいつなんだろうな。でも11月8日か、これか。うーん、じゃ、まあ、ゆっくりゆっくりですね。ただポテ、ポテンシャルあるんでね。ポテンシャルはあるので、冷やし、そうですね。まあ、1位50万円まで行きましたからね、ビットコインキャッシュはね。それが今1万、 かでも1万8000すごいね1万8000ですから、まあ、また50万円は、まあ、超えるんでしょうね、うん、ビットコインキャッシュは狙い目ですよねやっぱねはいモナコインモナコインの動きああそうかこれはちょっとロあの窃盗があったからね、はい、難しいかなと思いますまあでも上がっていくでしょうねモナコインもね あとは、さこう,いうマーケットキャップはちょっと見て、やっぱりね、投資、まあ、スポーツでも、えー、独立起業して商売でもそうですし、えー、受験勉強もそうですしね、資格試験もそうですし、えー、何でもそうじゃないですか、剣道でも柔道でも、お稽古事でも何でも、スポーツでもそうなんですけど、諦めなきゃね、 諦めなきゃね、いつか夢は叶うんですよ。諦めなければ。うん、うん。で、普通の人は、ちょっと、まあ、並大抵のことで諦めるでしょ。普通の人ならそれ諦めるよなと。それだったら諦めてもいいよねと。まあ、誰しもがね、そこまで怪我がひどいんだったら、そこまであれだったんだったら諦めても、お前はよくやったよって言うじゃないですか。それでも続けてみてください。投資も一緒ですよね。 だから、全財産を失うとかそういうことはやらないでね。本当に余剰資金のお小遣い程度でやりながらも、諦めないで続けてみてください。<laughs> ね、お金は全部使っちゃダメですよ。必ず、必ず日はまた昇るんですよ。で、ビットコインとかも上がってますね、やっぱりね。身型上がりですね。なんだかんだ言いながら、まあ、本当にこう価格下がりましたけど、 まあもうね、目で直視できない値段まで下がりましたけどね、悲惨な状態、焼け野原ですよね、日本の第1次世界大戦、太平洋戦争の後のね、日本の焦土と化した焼け野原の中でね、もうこの国はもうだめだろうともう世,界中が誰世界中の誰もがね、言ってですね、まあ日本はもう終わったなと。 アメリカの占領地になるんだな、となったところで、えー、時の総理大臣の吉田茂がね、いや、日本は独立国家としてやらせてくれと。ね、アメリカの、えー、従属国ということでね、まあ、サイパンとかグアムのような、まあ、サイパンとグアムってなんか国のような感じするけどね、独立、まあ、独立自治区であろうけれども、アメリカ領なんですよね。まあ、それと一緒で、日本も、まあ、アメリカ領だと。日本っていう。 特別自治区だけど、アメリカ領だというところを、まあ、独立国としてやらせてくれという風にね、時の総理大臣、吉田茂が言って、じゃあお前、もう一回やってみろと言われてですねで、えーこうで、一生懸命頑張りましたよね、あの頃ろの団塊、まあの世代の前の諸先輩方がですね、やっぱり寝る暇も惜しいんで、ですね、えー、高度経済成長を勝ち取ってきましたよね。 で、世界から資源を輸入してね、鉄とか鉄鉱石とか石油とか石炭、えー、鉱物を輸入してですね、それを加工して、加工貿易としてね、まあ、テレビ作ったり、ラジオ作ったり、洗濯機作ったりですね、冷蔵庫作ったりして、まあ、あの、資源はないけど、知恵がある、知恵はあると。ね、焼け野原となったけれども、知恵とね、 勇気と、やる気だけしかなかった。裸一貫でね、食べ物も何もないと。家も長屋に住んでね、頑張って、歯を食いしばってね、何にもなくなったけども、頑張ってまた焼け野原からですね、まあ、恥ずかしい日本人になってしまったかもしれないけど、でもね、夢へと希望を捨てなかったわけですよね。 それで、日本っていうのはね、まあ、一時、経済、大国、日本つって、アメリカに次いで第2位になりましたね。今でも、中国に次いで第3位ですよ。いまだにね、戦後80年ぐらいですよ。だからね、その頃の、やっぱり、諸先輩方っていうのは、うん、諦めなかったんだよね。まあ、松下幸之助さんしかり、本田総一郎さんしかり、 えー、イブカさんソニーのイブカさん森田さんしっかり、えー、みんなね諦めないでハウフ食いしばって頑張ったその結果ですねまあ私のようなぬぐぬくしたね、まあ、1970年生まれですけどまあ今ぬぐぬくしてね何もしなくてもインターネットで、えー、仕事ができるというね、まあ、こういう時代を作を作ってくれたのもあの段階の世代でね あの満員電車に乗って、えー、もうこの電車入れねえだろうって言ってねぎゅうぎゅう詰めのせつめにされてねとかに向かったあの諸先輩方がいるからのおかげだと僕はねそう思ってますで今ね今やっぱりじゃあ歯,歯を食いしばってこの仮想通貨のね、えー、混迷困窮を耐えなくちゃいけないのはいよいよインターネット世代のね我々なんじゃないかなと思ってますで まああの <coughs> 非常にね、まあ、苦しい冬の時代をねまさしく過ごして金額が本当にもう消度化してですねもう自分たちが買った金額の何十分の1になってしまってもうごと一緒だとゴミくずになっちゃったっていうぐらいね下がりましたけれどもまたこのようにね右肩上がりで。 上がってきてくれたことをですね、本当に嬉しく思います。で、やっぱりね、本当に耐えがたきを耐えねえ、忍びがたきを忍んでね、まあ私も仮想通貨のね、YouTube をずっとやってますからね、上がんねえじゃねえかと。どうしてくれんだと。俺の資産は何十分の1、100分の1になってしまったぞ。どうしてくれんだというね、えー、話もね、まあ、 直接にはないですけど、まあ皆さんの心の中にはあるんじゃないかなと思って、まあ、非常にですね、心苦しい思いを毎日しておりますが。でもね、やっぱり僕は、まあ、いつかは上がる。それはね、わかってるんですよ。わかってるっていうかわかんないけどね。ただ、いつかは上がるだろうと。ただ、その日にちを早くしてくれと。一日も早くしてくれと。そういうふうに、えー、今までね、ずっと思っておりました。 あと最後にねコイン、えっと、仮想通貨ニュースを見てみましょう。そうですね、コインチェック、仮想通貨、ビットコイン、サトシビジョンの日本円交付へということでね、このニュースが出てますね。だから、こう、あの、コインチェックで、 えー、ビットコインキャッシュを買ってた人はハードフォークした金額があるのでね、まあ、それを日本円で交付しますよと、コインチェックがね、これ楽しみにしててくれればと思いますということですね、まあ。あとは特にニュースなかったかなと思うんですよね。ただ、そうですね。えー、っと、コインアタックさん、コイン うーんコインオタクさんが、えー、と大幅上昇とか言ってました。コインオタクですね、えー。仮想通貨市場は大幅上昇の期待、ビットコイン、リップル、イーサリアムということですね。まあ、これちょっと16日のちょっと古い情報ですけどね、2日前の情報ですが、まあ、すごい上昇してるということで、まあ、チャート分析もしてますが、<laughs> うん、リップルもそうですね。 イースリアムをチャート分析してますね。テクニカルチャート分析してますけども、まあ高値を抜けてきてるので、レンジブレイク、レンジブレイクしたんじゃないかと。いうことで、まあ今年最高値、ビットコイン抜けばね、またあの大幅回復の可能性があるよっていうことが書いてありました。はい。ということでね、えー、今日は、 えー、ビットコインなどのね仮想通貨が非常にねあの回復してきてまあその背景にはまあ全ての仮想通貨が回復してきた背景にやっぱりビットコインのね ETF 承認がやっぱりあるんじゃないかとでそ,それがなんかその噂がなんとなく確実視されてきたかなというところにあるかなと思いますそれがねいつ,いつもそうだったからこの1年うんあとねほあのちょっとね本日 え草コイン新聞が創刊されますということで午後にね創刊し第1回目を創刊してこれもねほ,ほぼ毎日ねほぼ日刊草コイン新聞が創刊されますのでよろしくお願いしますすで、ね、に草コイン新聞の購読を申し込まれた方は結構いるんですがいらっしゃるんですが、まあ、その中で個人情報の提供をされた方はえ無料でね、えー、ほ,ぼほぼ毎日ほぼ毎晩ライブ、えー 草コインライブっていうのもやってますんでね、毎晩夜10時半から1時間半だけですけど、ク、まあ、草コインと、えー、FX ですね、についての, <coughs> あの市場、まあ、チャート分析とかね、ファンダメンタル分析とかやってますので、ぜひぜひそちらもご,ご参加ください。それでは今回はこれで終わりにさせていただきます。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。ありがとうございました。失礼いたします。